今から300年ほど前、俺はこの男だった。名前は犬飼平四郎。いい名前だ。300年ほど前、日本は侍の国だった。徳川家の天下統一によって戦乱も収まり、太平の世と呼ばれる時代に俺は侍の子として生まれた。21歳になった頃、二人の浪人と出会った。俺の人生を変えてしまったあの二人のことを今でも忘れることができない。名誉なことであるぞ。今を去ること80年。将軍家より拝領したこの刀は、代々若君元服の祝いに欠かせぬ家宝でござる。刀の重り役か。そのように軽々しく申されては困る。新参の貴公がこの大切なお役目を仰せつかること自体、異例のことでござるぞ。貴公、殿の覚えめでたきをよいことに、少々図に乗ってはおらぬか。この際はっきり申しておく。新参者は新参者らしく振る舞われた方が貴公のためだぞ。くれぐれも落ち度のないようにな。平次郎、人間というものは常に心に余裕を持たねばいかん。短気は損気、わかるな。お前の感動を特にあたってはわしもそれなりに考えたつもりじゃ。それを
戻ってくるなりまたぞら藩の者と喧嘩をするとは一体何事だ。あれは出口殿が私の接待を左右入れ替えてそれを知らバカ者。お前は江戸に出て剣の修行をしたというが人としての修行ができておらん。お前も小鳥でも飼ってみてはどうだ。心が和んで癇癪の持病も抑えてくれるぞ。鳥は野に生きてこそ鳥と言えます。分かっておらんな。小鳥はこうして籠の中に飼われてこそ幸せなのじゃな。小梅父上大手です。何申し上げます。何だ。目付様より使者がお越しでございます。うん、すぐ参る。平四郎、お城に上がる前にそのむさ苦しい頭きれいにしておくのだぞ。はい、心得ております。今日は引き分けということにしといてやろう。父上何を。きたねえ。子供だよ。何事じゃ。俺の父犬飼完全は長島藩10万石の首席家老を務めていた。藩内で問題が起きれば全ての責任を負わなければならない。事件が起きた。風祭乱之助という刀守が金十番を殺し、その上将軍家よりいただいた宝刀を奪い姿をくらましたのだ。党を賜って80年、うん、その真贋を見極められる者は我らのみにございます。何が言いたいのだ。風祭りには刺客を飛ばすとして、うん、まずは贋作を作り。偽物を作ると申すか。なぜ奪い返さない。ここは慎重に動きませぬと。若君の元服も近づいております。その際あるはずの宝刀がないとなれば最悪の場合お家断絶。うん、盗難はなかったことに。くそ。風祭りが殿から刀番に任命されたいきさつがなかなか派手だった。我が息子伊兵衛の敵荒木十三尋常に立ち会え。おい、どうする。いい女だ。ああ、ヒロには惜しいな。ジジイから片付けて後はたっぷり楽しむか。獣。うら、覚悟しろ。いざ、やあ。やめて。やめなさい。おい、俺がその女の亭主ジジイの息子を斬った男だ。おい、お主、その哀れな親子の助太刀を買って出てはどうだ。あ、なんだ。おい、おいおいおい、てめえ
噂を聞いた殿が風祭りの腕前をご覧になりたいと申された。風祭り、時の支配者が力の強い者を戦わせてそれを見るといった野蛮な行為はローマの時代からちっとも変わらない。こうして殿は風祭りを特別の待遇で雇い入れたのだ。この度の処置、私には納得できません。風祭りを切ります。では。待て、風祭りは他の者が捕らえる手はずになっておる。誰も手に負えないからしくじった場合を考えて贋作作りをお命じになったのでしょう。声が高いぞ。私なら仕留められます。お前は江戸にいたから風祭りがどれほど手強いやつか知らんのだ。私も少々腕には自信があります。風祭りの腕前、ますますこの目で見たくなりました。兵士郎、バカ者の目が。影丸、影丸はおらんのか。お呼びで。無理をせずに庭から出てもよいと申したであろうが。はい、しかしやはり天井から参上いたしませぬとどうも落ち着きませぬゆえ。誰かおらんのか。もっとこう。はい、大事にお役に立てますよう若い者たちを鍛えております。一度お目を通していただければ。血気に流行るバカ者が何をしてかすかわからん。先回りをして策を打たねば。はっ。おい、レスロー。まあ待て、止めるな。少し行ってもな、切られてしまうぞ。少しは頭を冷やし考えろ。俺はな、お前らみたいに腰抜けじゃないんだよ。何よ。貴様待て。黙ってやな、俺が切る。いや、俺が切るよ。マジ、俺が切るのやめて。お前らは止めてやるよ。入れろ。あ、後を追いかけてきたこいつらは俺の幼馴染。藩の連中は俺たちをまとめてサンバカと呼んでいた。なぜだ。まったく無礼千万、一緒にするなと言いたい。こいつが黒沢忠助。走れよ。うるさい、俺の前を走るな。そしてこいつが鈴木慎太郎。兵士よ、ちょっと待て。
かがでございますか。お目に留まったものがございますか。ああ、多すぎる。よく来たな。お腹減った。俺もだ。お腹だ。ああ、ああ、おお、片付けな。おお、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 はい、おお、ああ、本当だ。お前来ないよ。海を汚すな。海を汚すな。はやぶさ。赤影。いかがですか。うん、気持ちいい。吉郎、知ってるか。なんだ。忠助はな、向井健吾殿の娘と縁談が決まっておるのだ。本当か忠助。それはめでたいな。べっぴんだぞ。お主、江戸で随分暴れたらしいが、ああ、女遊びの方はどうだ。バカ野郎、俺はそんなのには興味ねえんだ。お前、女知らんのだな。あ、本当に知らんのか。しゃー、おい、怒るな。俺も知らんのだ。俺もだ。お前は文句だから良いではないか。そっか、えしろ。おい、あ、ちょっと待てよ、待てよ、おい、おたま、待てよ。おい、知らんのだ。えしろ、待て。将軍家より。まあそう騒ぐな。相当馬脚を表しよったな。前々から怪しいやつだと思っていたが、それは一体どうするつもりだ。ちょっと拝ましてもらおうと思っただけだ。黙れ黙れ黙れ。すっと目が抜け抜けとは。祭り乱之助、神妙にしろ。Thank you.
おい、これ揺らすな。よし。ああ、あ、出ました。お、すまん。よし。ところで慎太郎、ん、風祭りってやつは一体どんなやつなんだ。うん、何を考えてるかわからない、そういうやつらしい。不愛想で態度がでかいという噂だった。新参者ということで周りから何かと疎まれてるような。俺は一度だけ見かけたことがあるんだが、なんかこう、こうすごく顔が怖いやつだった。こんな顔か。あ、違うな、全然違うな。あ、そう。それにしても何でも確かを棒に振って宝刀盗んだりしたんだ。それが何考えてるか分かんねえってとこじゃねえのか。あ、そういえばあれ、人相書き持ってたわ。だったら早く見せろお前。こんな顔か。身の丈六尺三寸の大男なり。でけえ。強そうなやつだろ。バカ野郎、俺の相手なんかじゃねえ。よし、そうだ。さあ、じゃあ、よし。ランノスケだ。あいつか。音を捕まえたぞ。さあ、アズケ、お前はここで見ていろ。なんだと。お前の身に何かあると花嫁殿に恨まれる。そうしろ。うるさい、いらぬ心配だ。アズケ、待て。ことにあたって催すとは意外に気が小さいな。俺たちを見くびるぜよ。早くしろ。おじけついたか。返事しろ。早くしろ。ああ、何しょんべんだ。勝負しろ。いやのようなやつは武士の肩髪にも置けん。恥を知れ。大技で返すとお前のことだ。成敗してやる。親の顔なんてバカ野郎。無視すんじゃねえ。
これ以上の乱暴はなさいますな。この通りです。お願いします。どうかやめてください。お願いですから、やめてください。どうか。 すいません、痛かったでしょ。本当にすいません。そこにいる方たち、お願いです。一人じゃ面倒見きれません。出てきてください。 事情は分かりました。しかし、あまりにも無言らしい。無益だ、愚かしい。兵士郎、よろしくお願いします。私は国へ戻り、事の始末をつけてまいります。では。戻ってはいけませんよ。いや、しかし、再び挑めば今度こそ切られます。 ご案内いたしますよ。ちょっと遊んで懐が温まってから岡場所へ繰り出すっていうのはどうですか、お侍さん。ダメ、どうですか、お侍さん。
何やってんだおめえら。始まるぞ、おら。人を増やしたそうですぜ。そうかい。用心棒に侍まで雇ってこいつはいよいよ出入りの支度じゃねえかと思いまして。孫兵衛の野郎に自分から仕掛ける度胸なんてありゃしないよ。気が小さいからガン首ばかり揃えてんのさ。ですがこっちもそれなりの人数は。慌てて雑魚ばかり集めんじゃないよ。私に任しときな。へい。いい体だ。なんだって？いえ、親分、今度は横向きになっておくんなさい。もっとさ、こう力入れてもんどくれよ。そうですか。力ね。力、力。いいね。そこだよ、そこだよ。そうですか。この辺ですか。どこ触ってんだよ、このタオル。親分、賭場で浪人が暴れだして手がつけらんねえんで。面白いね。顔見てやろうじゃないか。やろう。おい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 、おい、二度と角の触れない手にしてやろうか。なんだと。やれるもんならやってみやがれ。やめじゃねえか、このさっぴん。お侍、もうそのぐらいにしときな。ここの親分は女か。面白いところがあるって言うからついてきたらどんなイカ様博士だ。どうしてくれる。うちの賭場で面倒を起こすやつはお侍だろうとなんだろうと刻んでカラスの餌にしちまうのさ。あいた。面白い。おっ貴様。お侍さん、こちらです。今日のところはこれくらいで勘弁しといてやるかな。だな、こちらどうどうぞどうぞどうぞ。私が振るよ。え、親分振ってもらえますか。いいんだよ。いや、親分振ります。はい、さあ、皆さん、当たってください。さあ、皆さん、行きましょう。入ります。さあ、さあ、さあ、消火ないか、消火ないか、当たってないか、半分だ、当たった、さあ、消火だ、半分だ、消火半コマ揃いました。勝負。今日はついてなかったですね。また寄っておくんなせ。お侍さん、しばらくこの宿場で遊んでちゃどうです。いや
父様。どうです具合は。溝口半兵衛と言います。ほら街道で。忠助は、慎太郎は。鈴木さんとおっしゃる方は大丈夫です。ここが狭いので村で養生していましたが、傷も軽いので一度お戻りになると言い出されて。そうか、慎太郎は助かったのか。無理をすると傷口が開いちゃいますよ。何か召し上がりますか。いえ。食欲がないということはまだ全然調子が良くないということですから、余計無理をしちゃいけないわ。娘の小春です。二日寝ていらっしゃいました。最初の晩は随分お苦しみになって心配しましたわ。かたしけない。本当に何か召し上がらないで大丈夫ですか。お粥を作りましょうね。この時が俺のあの人生で一番辛い日々だった。俺は情けなくて本当に死んでしまいたいくらいだった。補強に残った。やれ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 。死んだよ。
バカ野郎、喧嘩勝っちゃいいんだよ。頑張れ。おっしゃやれ。今までろくでのないのは山ほど見てきたけど、先生ほど腕の立つ人見たことないわ。先生本当に強いわ。一緒に風呂に入るか。あ、いやですよ先生、冗談言っちゃう。こいつに言ったんだ。え？平四郎殿、お待ちなさい。切る、風祭りを切る。なりません。いけません。お願いですから今はご養生ください。止めないでください。このままでは死んだ忠相に申し訳が立たない。お待ちください。そんなお体じゃ何もできませんよ。今その風祭りって男を追いかけたってまた同じことの繰り返しですわ。小春、ごめんなさい。でもお父様もそう思いになられるでしょ。とにかくしばらく養生することです。私どもにも何か力になれることがあるかもしれません。かたじけない。でもあの風祭りっていう人を切るのはいけませんよ。誰に限らず人を殺すことはいけません。何かいい方法で捕まえて刀を取り戻す算段をしましょう。いえ、切ります。頑固者。先生ったら、
教えてくださいよ。ゴスケ、お前は今まで何人の女と出た？そんな、何人って覚えてないっすよ。俺もだよ。かっこいい、かっこいい、かっこいい。はい。脱げ。助け、帰るぞ。手がかぶれて大変。そうですか。難しいな。うっせ。ちょっと臭いけどこれが毒ダミです。いいお薬になるんですよ。そうなんですか。小春さんは何でも詳しいんですね。俺はこんなことをしている場合ではない。人を切るとか仇を打つとかそんなことばかり考えていると体に悪いですよ。ほら見て、雲が綺麗。滑るから気をつけてください。言った私が滑っちゃった。いや、楽しかった。本当ですか。ここは本当にいいところだな。秋になれば山ぶどうやセミも取れるんですよ。そしてまた春が来れば雪解けが始まって木の塔が芽を出して。え、城様。はい。あ、あ、なんでだ。あれ。本当に美味しくって。今日私と平四郎様山の中でとっても面白かったんですよ。こんな風に一緒に転がって。うん？あ、いや、正確に申しますとですね、小春殿と二人で山へ薬草を取りに参りました際に、まず最初に小春殿がお滑りになりまして、それで怪我があってはまずいと思い、私が後から手を差し伸べましたところ、二人で転がり落ちてしまったということでございます。いや、薬草を取りに行って怪我をするな、薬草が役に立つってことになりますけれど、小春さんが怪我をしたとなりますと、溝口殿だってどうして小春殿と溝口殿はそういうふうに私を見るんですか。ですから泥んこになっただけでよかったじゃないですか。そういうことでしたか。私たち二人一緒に転がってもう泥んこ。小春殿に怪我がなくて本当に良かったです。どうです、やりませんか。ああ、いえ、私は飲めないんです。
甘酒を飲んだだけで3日は足腰が立たなくなります。それじゃあ私だけ失礼して。どうぞ。そうだ、話の話もしましょうか。影丸、お呼びで。その後どうなっておるのだ。報告によりますと、平四郎様は若い娘と山菜採りに行かれるほど回復なされた様子で。若い娘？さあ平、一体何を考えておるのだ。平四郎のことはもうよい。刀をどうした。前風祭りの手に。見ろ。これがあるから玉の雨漏りもいいもんだね。ほんのお耳をして。ねえ熊さん、ご城下や宿場の話を聞かせてちょうだい。そうそう、三之助と高相撲一家、あそこに風祭りってすげえ浪人者が転がり込んだって話。風祭り？え、ご存知でしょ。賭場で暴れた浪人たちをさあ。お。お待ちください、平四郎殿。お待ちなさい。いけません、無茶はいけません。何か方法があります。本人の反省を促すとか。バカな、話し合いが肝心です。人間話せばきっと分かります。あいつは人間ではない、切るしかない。そうだ、酒に酔ったところなんかを捕まえて刀を奪い返す。あとは改心するように説得するというのはどうでしょう。話になりません。とにかく切るのはいけません。第一、逆に切られます。何？私が話しに行ってきます。あとは待っていてください。うるさい。おやじさん、え、甘酒をとっくりにください。ええ、
すいません。なんかなんか。こちらに風祭りさんいらっしゃいますか。風祭り？お知り合いですか。知り合いというわけじゃないんですが、私は溝口半兵衛というもので、この先の街道で風祭りさんに切られかかったヘナチョコ侍と申していただければ多分わかると思います。何？先生に切られかかった野郎だと？へえ、それで因縁つけに来てんじゃねえかバカ野郎。けんな。そこをなんとかお取り次ぎ願えないでしょうか。しつこいんだよこれ。けれど叩き出すよ野郎。風祭りさん、いらっしゃいますか。帰れ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 。おお、いてぇ。先生、遅れてこい。私は別に来てもらってくぜ。いや、私はただ風祭りさんにお会いしたいだけで。やるやっやるやる。あ、これどうすいませんね。今抜きますから、ちょっと。どうすいませんね。やるわ。危ない危ないね、危ないからよしましょうね。やめですよこれで。やるわ。危ないです、危ないですからね、おやめください。危ないですよ。それではまた風祭りさんのご機嫌のいい折に。ごめん。先生、誰ですあれ。よし。お待ちください。お願いがあります。またお出ましですね。何としても平四郎様を国元へ戻しするのが我らの役目。そういうことでしたら喜んで協力します。でも一つお願いがあります。家まで運んでもらえますか。臭くて。ひどいわお父様。平四郎様こんなにお苦しみになって。こうするより仕方なかったんです。途中でだいぶ吐かせたから塩水飲んで寝てれば治るでしょう。ねえ先生、私前々から縄張りを広げたいと思ってたんだけど、先生みたいな強い人が来てくれたら百人力。私もこんなちんけな宿場に収まってる手はないわね。ねえ先生。それだけの腕を持ちながらなぜ野に埋もれて。そりゃ私はヤクザ家業に生きてる女ですから、はなっから片木さんとは住む世界が違うんですよ先生。溝口半兵衛、お主や俺ほどの腕を持った者がなぜ世に出ることができない。何が太平の世だ、何が徳川だ。具合はどうですか。死ぬかと思いました。おかわいそうに。実は例の高爪一家に話し合いに行ってきたんです。
か、どうして早くそれをおっしゃってくださらないんです。乱暴な人たちがいましてね、話し合いにはならなかったんですが、ひょんな協力者がいましてね。はやぶさ、どうした。風祭乱之助に奪われておりました品、贋作とすり替え、これに。ご家老、犬飼勘前様、真の像の山に倒れられました。何、父上が。平四郎様、急ぎ長島へ戻りください。俺は風祭を切らなければ。切る切るとおっしゃったって、この間逆に切られてるじゃありませんか。今度はしくじりません。しくじる。何。平四郎様、一旦国元へお戻りください。その間風祭がどうこう我らがしかと監視しております。このままおめおめと帰れるか。平四郎様、あなたが今命を落とされては元も子もないじゃありませんか。黒沢様だって無駄死にです。ここはお家のことを大事に考えて刀を届けることが先決ですわ。分かったようなことを。風祭なんかいつだって切れるんですから。いや、切るのはいけません。それはお父様はちょっと黙っていてください。話がややこしくなりますから。はい、では。早めた。あ、そうだ、馬があれば3日で戻れますね。私が城下で馬を都合してまいりましょう。溝口殿。犬飼殿は旅の支度をしといてください。お国のお父様はこのように二人といらっしゃらないんですよ。すまんな。こんな時ですから仕方がありません。申し訳ありません。大切なお金を。あらやだ、お金のことを言ったんじゃありませんのよ。頑張ってください。ああ、きっといい馬を見つけてきますよ。ご飯が炊けたらおむすびを作りますからね。もうどれくらいこのような暮らしを続けておられるんですか。私がこのくらいの頃からです。溝口殿は痴漢なさる志は終わりになるんでしょうか。父は人を押しのけて生きていくことのできない人間ですから。まことに。今までにも痴漢の口があったり、実際に武術指南役として召し抱えられたこともありました。でも人間、謙遜が過ぎるとかえって嫌味に取られることもあるのでしょう。それは私もちょっと感じています。詳しいことは聞いておりませんけど、どうも周りと気まずくなってしまうようです。でも私は父に無理に仕官してもらわなくてもいいと思ってるんです。仕官してロックをいただけば、主君のために時には命を捨て、時には剣を抜かなければならないこともございましょう。私は父に剣を抜くようなことをしてほしくないんです。父も同じ気持ちだと思います。似てないと思っていましたが、やはりさすがに親子ですね。そういう優しい性格は。私は父の実の娘ではないんですよ。え、父は身寄りのない私を娘として育ててくれたんです。そうでしたか。でも親子の関係に血のつながりなんて関係ありません。私、父を本当の父親だと思ってるんです。じゃあこれとこれ。はい。こういうところをこうギュッと見てください。はい。それでいいんです。はい。
その何か梶井左京之助先生のご公明を聞き及びお手合わせ願いたく参上つかまつった。道場のしきたりによりまず門弟と立ち会っていただくがよいかな。はい、それで結構です。すまんな小春。どうぞ。いや参った。ボタン。はい。いや。いや。参った。ご師範の体調も優れぬようですので本日はこんなところで失礼させていただきます。立ち入ったことですが、小春殿はどういったいきさつで溝口殿の養女になられたんですか。ええ、それは戻ってきましたわ。道中ご無事で。すぐに戻ってまいります。焦らずに行ってください。父上。先生、いい天気ですね。先生、ジョロヤに行くと聞いて安心しましたよ。お出てじゃ金祭り先生には変わった好みがあるんじゃねえかと。俺は女はいらない。え、お前たちに遊んでこい。いいですか。ありがとうございます。俺はそれを見る。見る？先生。
の馬だ。早い。まことに。あ、戻ってきた。おう、犬飼殿ではないか。父上の容体は。ご家老がどうかなされましたか。真の象の病で倒れたと。ピンピンされておる。さっきお会いした時も相変わらずの感触で散々説教されたところですよ。何？うちのクソ親父に渡してくれ。これは犬飼殿。早い。記憶も騙しやがって。ああ始めるぞ。一門叩きの始まりだよ。おい、みんな集まって。よし、こっちだ。さあ、誰が最初にやるかな。うん、やってみるか。よし。さあ、いいか。うん。うん。当たったな。よし。これあげよう。次は誰だ。うん。うん、やってみるか。うん。半兵衛、はい。俺と勝負しろ。一振り一問いただきます。立ち会えと言ってるのだ。どうして私なんかと勝負なさりたいんですか。剣に優れた者同士が立ち会いたいと願うのは自然なことだろう。あなたが強いってことは分かっています。それでいいじゃないですか。その刀をあの若者に渡してやっていただけないでしょうか。犬飼いとか言ったな。名前から察して家老のバカ息子だろう。あんな奴でもいずれ長島藩十万石の重職に就く。それが今の世の中だ。今度あの若造が顔を見せたら奴の腕を切り落とす。お前が俺と勝負をするならこいつはいつでも返してやるよ。お父様。小春。帰ってきたよ。あやぶさめ、騙すのはひどい。いろいろとご事情がおありなのでしょう。風祭り乱之助にしろ、あの人なりの道理があったんじゃないんですか。バカな！やつは拳銃番を殺し、宝刀を盗み、その上忠助まで。溝口殿といえど、それ以上申されたら。さあ、ご飯をもう一膳。さあ。犬飼殿。はい。風祭をやっつける策をお教えいたしましょう。え？不用意に近寄らず、石を投げなさい。はあ、バカバカしい。剣で挑んだら万に一つも勝ち目はありませんよ。闇討ちや不意討ちでも勝ち目はありません。私は石を投げてあなたの命を救いました。それはそうでしたよね。はい。石をバカにするな。はい。石を雨あられのごとく投げつける。そして丸太か長いものでポカリ。これで肩がつきます。切る必要はありません。石ですね。わかりました。よし。できました。
まあ、見ててください。わかりました。腰、腰落として。いや。何してんの。座ってどうするんだ。いや、いや、動いてない。しな。顎引け顎。もっと上を狙え上を。ケンシロウ。ダメだ。おかつか。あら、どうしてわかります？風上からお前の匂いが流れてきた。私の匂いがわかるなんて、嬉しいこと言ってくれるじゃないの。よっぽど大事なお宝なのね。飾り物のつまらん刀だ。欲しきゃくれてやる。刀なんかいらないよ。ねえ先生、先生お侍にしとくのはもったいないよ。お侍なんかやめちまって、私と一緒にこの辺りの宿場を自分のものにしてみる気はないかい？いい着物を着て、いい女を好きなだけ抱いて遊んで暮らすと悪かない？風祭乱之助、お前の手には余るであろう。奴は将軍家に潰した大罪人である。やっこさん、何やらかしたのさ。錦の袋の中身は恐れ多くも将軍家の宝刀だ。身どもの言うことを聞けば悪いようにはしない。礼金は千両。ヨタ言ってんじゃないだろうね。これを飲ませるのだ。いや、よし。くそ。お見事。朝早くから精が出ますね。いや、まだまだ。私も石を運びましょう。いや、自分で やりますから。いい。何かお手伝いしたいんです。
は無理です。よいしょ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 。ヘイシロ様。はい。先ほどはびっくりしましたわ。きっと練習のしすぎでお疲れなんでしょう。無理は体に毒ですよ。はい。素直ね、珍しいわ。何ですかそれ。からし玉です。からし玉。唐辛子が入ってるの。目つぶしです。私が作った飛び道具です。これはすごい。おかずにもなります。先生って本当に朝が早いのね。さ、寝起きの一杯。一緒にならねえか。あら、嬉しいこと言ってくれんじゃないの。とさっき俺は本気で考えていた。私はね、荒くれだろうとお侍だろうと言いなりにならない奴はこの手で叩き切ってきた女なんだよ。お前みたいな野良犬が生意気言うんじゃないよ。なぜこうなる。
石ですよ、石。剣では叶いっこないんですから。私はこれでも一刀流を収めているんです。おお、それは立派だ。溝口殿は武術指南役をなさっていたことがあるそうですね。はあ、形ばかりで。謙遜も度が過ぎると嫌味です。多分それなりの剣の技をお持ちなのでしょう。なのに風祭りを打つなとおっしゃる。殺してはいけません。剣は人を倒すもの。あなたは町に出るとき腰に刀を刺していかれる。ではその剣は何なのですか。恥ずかしながらまだ侍として士官の口はないかと一縷の望みを抱いています。ですが言わせていただければ、武道は人を殺すためにあるのではない。私には分かりません。風祭りのような極悪非道な人間さえ切るなとはどういうことですか。私は一度だけ人を切ったことがある。相手は小春の父親です。小春の実の父親の名は久住龍之介と言います。15年前、私がいた松永藩と隣接する秋月藩との間に領地の境界をめぐる争いが起こりました。境界付近の警備に当たっていた私は、秋月の者を見たら切れと命じられていた。そして秋月藩士久住龍之介も同様の命を受けていたのです。我が藩の領地だと主張する河原で私と久住は遭遇し、剣を交えることとなった。生まれて初めて人を切った私はそのことの重さに打ちのめされました。すまん。どうした。頼みがある。久住龍之介にはまだ幼い一人娘がいました。細君はすでに亡くなり、その一人娘のことだけが心残りだという。私は脱藩し、独り身のままその娘小春を養女にしたんです。同情や罪滅ぼしで養女にしたわけではない。私は自分が命を奪った男の子供を育てることで、自分が犯してしまった罪に一生向かい合っていこうと決心したんです。小春を育てながら、私にはたった一つの真実が見えてきました。天から授かった命を大切にし、全うすること。それが人の道だということです。若い頃の私は傲慢でした。剣の腕を誇り、天下に怖いものなしとうぬぼれていた。私はもしかしたら風祭りのような男になっていたかもしれない。
人は皆等しく善と悪の心を持っている。悪の顔を持った人間の体の中にも善の血は流れているんです。風祭りのような男でさえ変わるかもしれない。その命を絶つことは神仏にのみ許されることなんです。これはちょっと喋りすぎたかな。小春殿はあなたが久住殿を切ったことを教えてあります。伝えろ、娘を返してほしけりゃ俺と勝負しろとな。早くそれ、小春様が風祭りの手に。何？いけない。溝口半兵衛、俺には見えるぞ。前の腹渡の中の怒りと渇きが俺にはちゃんと見えてるんだ。お前は一生猫をかぶったまま死ぬがいい。だが一度だけ俺と勝負しろ。分かった、相手をしよう。行け。半兵衛、貴公に会えてよかった。
こうして風祭りは俺の目の前から姿を消した。溝口殿に敗れた風祭りの顔には怒りも恨みもなかった。俺は祈りを捧げた時、この空の上から自分を見つめている大きな存在を感じた。エゴや執着を捨て去った時に神や仏を感じて人をもっと愛することができる。俺は長い時間をかけてやっとそのことが分かったような気がする。大切なのは命を燃やし尽くすまで全力で生きるということだ。影丸。お呼びで。はやぶさ。お呼びで。呼んでみただけだ。は。俺は髪を剃り、侍としての一生を終えた。小春は俺の良き妻になり、俺と父上の癇癪を和らげてくれた。下手くそ。赤影はくの市を辞め、腰元となって小春を支えた。溝口半兵衛殿は長島藩に仕え、優質の職に就き、生涯刀を抜くことはなかった。誠意が出ますね。そういえば例の宝刀だが、風祭りの骸が見当たりませんが、流されたのでしょう。生きてはおりますまい。しかし困ったな。なんだ。川に落ちた刀が本物なんです。何？鞘はあそこにありましたよ。するとあっちだ。あった。平四郎様。こっちだったか。はい、こちらでした。よし。四郎様、泳げるんですか？知らん。行け。